あ、どこ？大丈夫かな？で、こうか。これ家よね。あれ家よね。あれ、これはこれいけないんだ。とりあえず魔物だ。ああいうとこを封印していかにいけんのにな。一人の男が倒れている。フィロトス、謎じゃない。こんなイケメンが急に倒れとったんか。懐かしい。プレステは遊戯王のカプセルモンスターズとチョコブレーシングガチ勢でした。遊戯王のカプセルモンスターズとチョコブレーシング。チョコブレーシングも面白そうだったね。こんなやつおったっけな。まあなんか手助けしてくれるんでしょう。でこれで、あのなんか色が違う。色が違う緑色の木を壊したいんだけど、なんか収穫？あ、なんか収穫した。あの上の砂時計なんだっけ。こうやって進めていくわけだな。なんか昔のと比べてこの発展するスピードが速い。これは何？これは普通の関係ない鳥か。発展するスピードがなんか速い気がする。頭の中に浮かんだ出来事がそのまま現実となることがあまりに多い。魔物の群れがこの神殿に押し寄せてくる。勝手になんかそんな。お、砦の建築技術。謎の男だな。門の砦の技術、弓の砦の技術。工場が生産する資材を集める必要があると。何を作るかって勝手に、あの
何を作るかって勝手に村人が決めるんだっけ。砦を建築するための資材が集まった。